体験者に許された特殊能力です。だから何でもできるんですよ。小山さん、はい、何でしょう、公認会計士になったら、うん、なったらどんな仕事ができるのか教えてほしいです。本当にまず結論言うとマジで何でもできる。もちろんパン屋やってもいいですからね。確かにそうですね、うん、公認会計士が原価計算ガチガチにして、うん、絶対儲かるパン屋を始めてみた、うん、面白いと思います。確かにだから何でもできるんですけど、まず公認会計士って公認されてるわけですよ。誰に？国に、はい、ってことは国がやってほしい仕事は一応あるわけですよ。税理士だったら税務代理とか税務申告やってほしいから国がそういう権利を付与したわけですね。公認会計士も実はですね、それを独占業務というんですが、公認会計士だけがやっていいよ、まあ、逆に言うと公認会計士やってほしい仕事っていうのがありまして、これが監査っていうのがあるんですよ。英語で言うとオーディット。オーディットってまあオーディを聞くってことなんですよね。監査ってことは基本的に聞くような仕事なんですけど、何を聞くのかっていうと、会社があります、で投資家がいます、で基本的に今って株を買って利益をシェアしていくビジネス行動になってますね。市場関係になってますね。ただ投資人物これだけだと、会社は株主に投資してほしいですよね。投資家は儲かりたいですよね。できたらノーリスクで。じゃあ基本的にはじゃあどうやってこういうふうにね成立するかっていうと、企業はお金を出してもらうためにレポートを出すんですよ。これがファイナンシャルステートメントっていうんですけども、まあ決算書です。会社はね頑張ってますとかやる気ありますとかっていうよりかは、まあ論より証拠で数字を見せるのが早いですよね。でそれを読んで投資家がこの企業儲かってるな、もしくは儲かりそうだな、もしくは儲からなそうだから撤退しよう、いろんな意思決定をするわけじゃないですか。でこれがでも1対1だと基本的には、小学校頃の思い返してください。年に1回歩みをもらってきて、お母さんに成績良かったよと、本当は2だったのにちょっといじって、ちょっと5みたいなできるわけじゃないですか。そういうことにならないために、公認会計士というこの数字の適正性っていうんですけども、簡単に言うと正しいのかどうか、だから間違って儲かってるかどうかを僕ら証明するわけじゃないんですよ。正しいのかどうかを独立的な第三者としてチェックするんですよ。でその時にオーディットするんですよ。正しいかどうかです。儲かるかどうかはご本人で判断してください。この情報が正しいですよとお伝えする。そうすることによって投資家はそれはあとは自己責任でできますよね。なのでこれで持って市場がね円滑に回るよっていうのがこういった制度趣旨で、もっと言うと公認会計士の監査の趣旨です。なんで僕これを話したかっていうと、何でもできますって言いましたよね。で多くの発信者は公認会計士は監査ができますって開口一番言っちゃうんですよ。だから僕はそれとあえて対比させるために何でもできますから話しました。僕は別に監査ができますと言わなかったですよね。じゃなくて監査ができますと僕じゃない人みたいに一発目これを言っちゃうと義務だと思いませんか。公認会計士は監査をしなきゃいけないんだと。僕は違うんですよ。これは権利なんですよ。全然違いますよね、捉え方が。なんでぜひ僕もやりました。監査はね4年間みっちりやったんですが、それは権利を享受しただけで義務ではないんですよ。自分は好きでやっただけ。だからぜひ皆さんも公認会計士になった方はですね、特に自分で選びますから、これやってもいい。しかもこれは会計士だけに許された特殊能力です。僕もこれめちゃめちゃ楽しくやったし、めちゃめちゃこういい経験したんですよ。上場企業の決算書を中から見に行けて、これがさらに正しいのかどうかっていうのをチェックしなきゃいけないぐらいの頭がないといけないんですよ。何枚上手やねんって話じゃないですか。でその上で僕じゃあ何してるかって話しますよ。間違いなく監査はできるできないで言うとできますよね。で僕はどうしたかっていうと、ここでいろんなビジネスを見たのでコンサルティングに生かしたんですよ。だってさっき決算書ができる過程でビジネスをしてるはずですよね。でそれをもちろん数字、これは会計っていうんですけども、会計上落とし込んだのが財務諸表ですよね。何ができるかっていうと、まずビジネスが分かります。しかも何十社と行くわけですよ。 IT 業、製造業、独立行政法人、医療法人、いろんなとこ行くわけですよ。でさらに会計も分かりますっていうのをコンサルできます。これ一つ皆さんに伝えたいんですけど、僕 CFO もやってるんですけど、これ CFO って何かというと、これチーフファイナンシャルオフィサーなんですね。でよく皆さんが聞くのって孫正義先生とかみたいに CEO って聞くと思うんですよ。これはチーフエグゼクティブオフィサー、まあ言ったら社長ですよ。でも社長って経営のプロであって財務のプロではないんで、これファイナンシャルオフィサーなんで財務のプロですねを招き入れたいというニーズがあるので、こういったところをやらせてもらったりとか、まあ、僕は経営者なんですけど会計士ってそういうニーズがあるので、まあ僕はやってるってだけですね。こういう人におすすめ。自分は社長ほどクリエイティブもないし気合もないんだけど、まあ、ナンバー2としてその企業の成長を支えたいっていう人はぜひ CEO とかやってみてください。あとは僕はこういうふうにざっと挙げましたけど、僕以外でも話しますね。本当にガチで飲食店やってる人もいますよね。例えば本当に上場企業の社長やってる人もいますよ。あとあれだ、先生。もともと会計士になるときにはスクールに入るんですけど、スクールの先生になる人もいますよ。もしろ教える側になる、こういうのも言いますから、監査だけじゃないですよね。挙げたらキリがないぐらい、だから何でもできるんですよ。って書きますね。本当にむしろしてほしい、まあ、僕細かいので言うと YouTuber でもありますよね。本も書いてるし、だからメディアですよね。マジで何でもできる、無限のキャリアがあるから。あとあれだ、税理士だ。あと何やってる、ちょっともう分かんないぐらい、本当に僕めちゃめちゃやってるんですよ。事業って意味でも。順序は逆ですけど、元プロバスケットボーラーが会計士になるケースもありますし、元プロ野球選手が会計士になるケースもあるんで、逆も面白いかもしれないですね。会計思考と僕呼んでるんですけど、5年間ぐらい勉強するわけですから、その中で培った思考法っていうのは必ず生きるんで、ぜひちょっとこれやってみてほしい。ぜひ皆さんこんなことやってるよって会計士の方見たら書いてほしいですし、はい、
俺は会計士かけるこういうのになりたいという人もぜひちょっとコメントしてもらえたらめちゃめちゃ僕も参考にしたい。ぜひ新たな会計士のちょっとねキャリアっていうのをちょっと一緒に模索したいなと思います。なおさん、はい、いいですか。はい、いい感じ。勉強になりました。ああよかった、はい、ぜひなおさんもワンチャン目指そうかなってあります。そうですね、これ聞いたらちょっとやりたいなと思ってきちゃいました。ちょっとじゃあぜひそういった企画も立ち上げたいなと思ってますね。そうですね、勉強企画を結構茨の道ですからね。4、5年言うはやすしなんで、これはそうですよね、行うは5年。ちょっとまた、はい、相談させてもらって。5年じゃない、かだし、はい、はい、では本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とツイッターのシェアお願いします。バイバーイ。